二刀流希望のローレンゼンが脱帽。好きな選手を選べと言われたら彼しかいない。2022期レッズからエンゼルスへ移籍してきた男ローレンゼン選手は、共に戦った大谷選手のすること考え方に圧倒されていました。俺はこいつから学ばなくちゃいけないと言わせるほどです。というのもローレンゼン選手はもともと二刀流を希望している選手の一人、大谷選手は彼の野球人生に大きく影響したに違いありません。そして大谷選手の二刀流がメジャーで受け入れられたのは、ローレンゼン選手の存在があったことも手伝っているのかもしれませんね。ローレンゼン選手は大谷選手がメジャーに来る前から二刀流スタイルを所属球団に志願していました。そして近代メジャーリーグにおいて大谷選手より先に二刀流の偉業を作った先駆者でもあります。そんなローレンゼン選手は一体どんな選手なのでしょうか。この1年間で大谷選手から何を学んだのでしょう。彼の経歴とともに紹介していきます。近代メジャーで二刀流を開拓した男。時は遡り2017年シーズン、ローレンゼン選手がまだレッズに所属していた時です。当時ローレンゼン選手は先発から中継ぎ投手に頭角を現しつつありました。球速は150キロ台後半、中継ぎ投手には珍しく球種が豊富にあるという貴重な投手です。そんなローレンゼン選手が球団に、近代メジャーリーグ史上初の二刀流を志願したことはとても話題になりました。もともとドラフト時、彼は投手としてはもちろん打者としても期待されていた選手です。自慢の身体能力を最大限に生かす方法として二刀流を選んだのです。ローレンゼン選手は、誰も二刀流をやったことがない、僕にとってそれはとても興奮することで、二刀流への準備ができている、二刀流は将来的に達成可能なものだと思っていると意欲的なコメントを残しています。この二刀流直訴はレッズの首脳陣も前向きに検討していました。監督からも、もしレッズが控え選手の足りない状態で開幕するなら、ローレンゼン選手が投げない日には代打か代走で起用したいと思っていると二刀流としての起用を視野に入れている話をしました。ローレンゼン選手は打者としての経験はあまりないものの、レッズの首脳陣を納得させるようなバッティングをしてみせると張り切り、これがうまくいけばチームだってこれを利用しない手はないと思うはずだと二刀流への意気込みを語っていました。ベーブ・ルース以来の二刀流はこうして切り開かれたのです。二刀流を超えた三刀流。2019年9月、本拠地であるグレートアメリカンボールパークで行われたフィリーズ戦です。この日ローレンゼン選手は中継ぎ投手と外野手を任されていました。7回から登板したローレンゼン選手は元チームメートのジェイ・ブルース選手に一発許すも、8回は無失点に抑えます。そしてその裏、ワンアウト1塁の場面で打席に入ったローレンゼン選手は初球をレフトスタンド方向へ豪快に放ち、球は見事フェンスを越えました。その後の9回、ローレンゼン選手は投手ではなくセンターの守備位置につきます。チームがそのまま勝利したことでシーズン初白星がローレンゼン選手につきました。この試合で彼はホームランを打つ、守備位置につく、勝ち投手になるの同時達成を果たしたのです。これは1921年にベーブ・ルースが達成した以来の記録でした。大谷選手は先発投手と DH の二刀流スタイルですが、ローレンゼン選手は中継ぎ投手と外野手という新たなスタイルを見せたのです。ホームラン、守備、勝ち投手を同時達成することは三刀流と言ってもいいでしょう。ローレンゼン選手は自身のことを、僕はただピッチャーであるだけでなくオールラウンドな野球選手だと言っていましたが、本当にその通りの記録です。私たちの想像を上回るローレンゼン選手の驚異的な身体能力で達成できた偉業ですね。大谷選手と合わせ、今後2人の背中を追って様々な複数ポジションを任せられる選手が輩出されるかもしれませんよね。しかしその後、ローレンゼン選手は中継ぎから先発投手への移行を希望したのです。ローレンゼン選手の中継ぎ投手外野手スタイルはもしかするともう見られないかもしれません。なぜローレンゼン選手は先発投手を希望したのでしょうか。中継ぎから先発投手への移行。ローレンゼン選手は2021年シーズンオフにレッズからエンゼルスへの移籍とともに先発投手への移行も発表しました。エンゼルスの本拠地であるアナハイムはローレンゼン選手の地元でもあり、幼少期からエンゼルスを応援していた彼にとってこの地でプレーできるのは夢のようなことだったかもしれません。思い入れのある球団で
中継ぎから先発投手への移行は彼にとってどんな意味を持っているのでしょうか。エンゼルス入団直前の対談を紹介します。先発の一員になったわけだけど、先発をやることはどれだけ重要？先発をやりたいとキャリアを通じて思っていた。ピッチャーに専念するのはルーキーの年以来で、ルーキーの年と今を比較すると持ってる球だけじゃなくて経験値が違う。自分の武器をどう使うか、どう攻めるか、どう決めるか分かるようになってきた。地元のチームがそのチャンスをくれたことに感謝しているよ。君は 4,5 個使える球種がある。君の多彩な投球なら先発ができるよ。だから先発をやりたいと思ってたんだ。FA になった時先発として使ってくれるチームとしか契約しないと思っていて、ありがたいことにエンゼルスがオファーをくれた。1、2イニングしか投げないと感覚をつかむのが難しい。今は先発だからたくさん投げられる。今は投球の感覚がもっとつかめているよ。ローレンゼン選手は自身の持っている豊富な球種をうまく使いたい気持ちが、中継ぎだとどうしても難しくなってしまうのに頭を悩ませていました。これは彼の強靭な身体能力がゆえの悩みですね。 FA で先発投手としての起用を条件とするところは、彼の野球人生の覚悟を感じます。エンゼルスの先発投手陣に大谷選手も在籍していることはご存知ですよね。これにはファンからも、大谷と2本柱で二刀流してほしい、先発とともに打者でも起用されて大谷と一緒に活躍してくれたら嬉しい、という期待の声がありました。ローレンゼン選手にとって大谷選手との出会いはとても衝撃を受けることになりました。大谷選手からの影響。ローレンゼン選手はレッズ時代、大谷選手との対戦が何度かあります。彼が大谷選手から2打席連続でホームランを許してしまった時は、彼は本物だ、初日からずっと言っていたよ、私は彼がやっていることが大好きで彼には本当に成功してほしい、好きな選手を選べと言われたら彼しかいないよと、二刀流で奮闘する大谷選手を尊敬していました。2022年シーズンオフにローレンゼン選手は1年間大谷選手と共闘したことについて話しています。翔平のピッチングを間近で見られたのは素晴らしいことだった。そんな機会を与えられて何かを学ばないとしたら、それは自分が間抜けだと思えた。俺はこいつから学ばなくちゃいけないと思ったよ。ローレンゼン選手はこのシーズン中、投球の組み立てを磨きました。その裏には大谷選手の存在が大きかったのです。理由として、翔平は今まで見た誰よりも空振りが取れるからでした。翔平との会話や、特定の状況で打者に対してどういう攻めをするかを見ることが大いに役に立った。彼は頭がいい。あれだけ自分の技術を掘り下げているからこそ両方できるんだ。彼は自分の技術を深く分析し、こうすればこうなるというようなことを深く理解している。だから非常に高い技術を持っているんだと、大谷選手の二刀流ができてしまう探求心を絶賛していました。ローレンゼン選手の2022年シーズンは途中肩の疲労により数ヶ月ほど離脱していましたが、スライダーとチェンジアップで多くの空振りを奪い、キャリア最多タイの8勝をマークと成績もまずまずの結果を残しています。怪我の後にチェンジアップの感覚を取り戻した。スライダーについてはエンゼルスのコーチ陣が修正の手助けをしてくれたし、球速が速いジャイロ回転気味のスライダーも少し投げることができた。今はこの2つのスライダーを投げていて、それが相互に補完し合っていると自身の投球分析を話しました。大谷選手から学んだ技術を新天地で。ローレンゼン選手は2022年シーズンオフにタイガースへ移籍を発表していることはご存知の方も多いでしょう。エンゼルスでは約9億円の契約だったのに対し、3億5000万円アップの1年約11億5000万円で契約しました。2022年シーズンは途中離脱があったものの、残した成績はタイガースに対して先発投手として売り込むことに成功したと言ってもいいでしょう。大谷選手から学んだ技術を新天地で発揮する姿は楽しみですね。ローレンゼン選手の2022年シーズンは打席には立たず先発投手としてプレーした1年でした。ファンからは、二刀流に戻ってほしい、打者ロレンゼンも見てみたいという声が上がっていました。残念ながら二刀流を見ることはできませんでしたが、大谷選手を近くで見て影響されたと聞くと、彼の二刀流を再び見ることができるのではないかと期待してしまいますね。あなたはどう思いますか？あなたの意見もぜひコメント欄に書いて教えてくださいね。また大谷選手を応援している。もっと活躍が見たい。
という方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。